さあ皆さん始まりました。今日の日付3月の2日、今が時間17時22分ですね。いつも通り今日のねマーケットの展望、まあ、あの全体像を分析していきたいと思います。で、昨晩で米国株が急落した関係で今日日経平均も弱くて、まあ500円ぐらい下がりましたという形なんですよ。まだ落ち着かないですよね。 WTI 原油もものすごい爆騰してるし、債券もね、債券利回り、アメリカの債券利回りも低下して、安定資産の方に資金が今向かってる。全体的にリスクオフの様相はまだ続いています。なので、現状のね、テクニカル分析をいつも通りやっていきたいんですけども、で、僕のね、プロフィールに関しては、ツイッターの方に載せてるので、詳しくはですね、そっちの方を見取ってもらえると嬉しいです。元証券マンですね。2013年から7年間、証券会社に勤めていて、最終本店勤務であったり、まあ、社長賞を連続で取ったり、まあ、実績残してね、しっかりと辞めて、今こういったことをしています。なので、実務経験をね、しっかりと積んだものが情報配信しているっていうところを踏まえた上で、これからの僕の話で聞いてもらえると、すごい嬉しいですと。というわけで、まずはいつも通りね、マーケットの全体像、まあ、あの、日経平均のね、まずは日足の分析からちょっとやっていきたいんだけども、現状ですね、日足のポジションはまだ直近安でないんですよね。ここのところを、まだ戻ってきちゃったんですよ、今日。昨日はね、ものすごい上がったんだけど、3日間ですね。1連投、2連投、3連投で、ボリバの中央線、この赤のラインと25日移動平均線かな。この黄色のラインのところにタッチして、そこから5日移動平均線までの軌道修正が行われました。行われました。まあ、ウクライナ情勢がね、まだね、良くなってないと全然。まだまだ悪化してるというところで、こういった動きをしてきてるんですけど、RSI もまた切り下がってきちゃってるんだよね、ここ日経平均は。はい。再現性のラインがあるんだけども、このラインですね。ここのラインを上回ることなく下回ってしまってるんですよ。ここも弱いところですよね。弱いなぁ。で、現状の日足の位置は、この前言ってた 61.8% 戻しないんですよね。ここ。フィボナッチの高値、安値の 61.8% 戻しない。まあ、黄金比率って言われるところですね。27,050 円近辺だったんだけど、そこで頭を取ってまた下がってるんですよ。このチャートパターンはあんまり良くないんですね。あんまり良くない。なので、テクニカル的にもまだね、これから、どうなってくるかっていうのは分からないっていうことが分かると思うんですよ。ここから見ても。マックでも切り下がってて、下落トレンド継続中ですからね、ここね。なので、しっかりとね、リスク管理だけはしてた方がいいのかなっていうふうに思うんですよね。で、今回日経平均のちなみに上下に寄与した銘柄がどこだったのかっていう話なんだけど、これ見てもらったら分かる通りなんですよ。上昇強度1位、ネクソンですね。6% 急騰して、日経平均を11円相当押し上げてます。で、その下にソフトバンクグループ、住友金属鉱山、KDDI、バンダイナムコ。まあ、ここあたりが上がってるんですね。はい。ネクソンとか住金で上がってるよね。住金に関しても、やっぱしコモディティ価格が全般的にこうガツンって上がってるんで、かなりね、直近は強い動きがまだまだ継続しています。で、逆に下落強度上位がどこなのかっていうと、1位、東京エレクトロン。40円相当下がってると。日経平均を40円下げる。要因になってるんですね。2% 相当下がってて。で、その下にダイキン、ファナック、テルモ、トヨタ自動車。で、トヨタに関しては、まあ、工場の方にね、下請けの方から部品を製造しているところで、まあ、ね、ハッキングがあったという形だったんですけれども、昨日はそこまでね、反応しなかったんですよね。うん。でも今日反応して下がっちゃってるんですよ。ままならないですね、ここあたりもね。主力どころが全般的に弱い。もう強いのはやっぱし資源関連ね。で、ソフトバンクグループもね、上がってるのはちょっと驚いたなって感じですね。0.65% 上がってんだけど、で、ここに関してはもう需給がいいっていうところ、まあ、需給が改善してきてるっていうところに尽きると思うんですよね。はい。需給が大きく改善してるんで、銘柄コード9984、まあ、ソフトバンクグループの株価もちょっと見てくんだけど、マクディゴールデンクロス形成で、ストキャスティックスも上がっている、RSI も切り上がっている。で、現状の日足の位置は 61.8% 戻しないんですね。うん。ここを目指すような形で動いてるんですよ。ここを目指すような形で。逆ヘッド&ショルダーを作ってくるかどうかですよね、ここはね。高値からもう半年は経過するので、ここのライン抜けてくるとね、強いんですよね。今ここなんですよ。だから、ここの点線ラインを捉えるような動き方を今後してくるようならば、
逆ヘッド&ショルダー完成で、まあ、切り上がりやすいかなって気はします。高値期日ね。はい。9月の8日の高値期日は3月前半です。もう全体的に日経平均は今そう、動き方は。3月に信用の期日が到来します。で、大体もうほとんどね、今回のウクライナショックっていうところを含めて、売りの方は加速して、もう前もって売ってると思うんですよね。で、これちょっと戻るんだけど、日経平均の冷やしチャートですね。9月の高値は9月の14日です。そこの半年期日は3月14日です。ここから先ですよね。この高値期日が終わった後に、今どういった動きをしてくるのか。はい。需給が全般的に若干軽くなるから、買い戻しの手が入ってくるかどうかっていうところを見ないといけない。ただし、11月の17日の日経平均の水準ですね。これが、だいたい3万円ぐらいなんですよ。もし、半年後の5月の20日までにここまで戻らなかった場合は、またここあたりで、需給の壁がぶつかってくると思うんですよね。一旦ここに向けて3月末はやっぱし配当月なんで、今月末はね、高配当利回り銘柄が物色されやすいという試合。もうそれは皆さん予想しての通りだと思うんですけど、そっちの方に資金が向かいやすいです。はい、そこは相対的に物色されます。まあ銀行株はちょっときついと思うんですけどね。で、その後にまたここですよね。その後に一旦下がって、高配当利回り銘柄が配当落ちっていうところですね。で、そこでまたセクターローテーションが入ってきて、右往左往しながら5月の需給の壁にもぶつかるんですよね。で、ここでも一旦揉み込んで、一旦下がる動きが出てくるかなと思うんですよ。今ね、最新の信用の改ざんのデータ、日経平均の信用改ざんがどれだけね、今積み上がってるのかっていうデータも最新のものが今日出てるんだけど、まだね、需給改善してないんですね。日常合計の信用倍率は2月の18日の週。だから日経平均でいうところの2月の18日っていうのが、どこなのかっていうと、ここですよね。ここまでの週は、日照合計の信用倍率は 4.13 倍だったんだけど、2月の25日までの週ですね。ここまでの週で、また需給悪化していて 4.67 倍なんですね。かつ、信用評価損益率今悪くて、25日の週までで信用評価損益率は、-14.32% です。-14.32% 悪い、これは。はい。こうなってくると、投げ売りっていうものも、戻り売りっていうところもまだ出やすい試合は続くのかなって感じです。で、信用の改ざんも2月の18日までは3兆2658億円だったものがたったね、たった300億円だけ減少して3兆2379億円になってるだけなんですよ。まだ全然需給の改善っていうのはなされてない。まあ高いところで売ってる人はいるの、もちろんね、もう投げ売って売ってると思うんですけど今ね。それに被せるような形で新規の買いが新たに入ってるんですよ。需給が全然改善しないんですね。こういった状況になってしまうと。どっちか方向に一方的に上がっていかないと、動いてこないと。特にこういった投げ相場の時っていうのは、信用の改ざんが溜まりやすいです。で、エネルギーが溜まって、上に行ったらね、まあちょっと回転効いてくるのかなと思うんだけど、下に行った場合ね、またね、回転効かなくなってから、投げ売りが出やすくなっちゃうから、まだその、需給的なところはね、全然良くなってないです。日経平均に関しては。で、次にドル円ね。日経平均に関連して見ていくんだけど、ドル円に関しては115円の20銭台で近辺で動いてます。で、RSI に関してもちょっと切り上がってきてる。はい。切り上がってきてる。で、下に抵抗ライン引いておくんだけれども、ここのラインね、超えてるんですよね。ここのラインも注目だよね。このラインしとこうか。この三角持ち合いを上にブレイクするか下にブレイクするかでトレンドが変わると思います。はい。これはね、ちょっとね、フィボナッチライン消すんだけど、三角持ち合いなんですよね、今ね。逆ヘッド&ショルダーが形成されてきてるんですよ。1、2、3、4、5なんですね、今。で、今6なんですよ。ここのラインを明確に下回ってくると、下にガツンってもう一段下に来る可能性があるんですよね。ダオ理論的な形で下に抵抗ライン切り上がってるんですよ。これどっちに行くかだよね。このヘッド&ショルダーの形が出てるんだったら、やっぱ少し警戒はしておかなくちゃいけないんだけれども、警戒してた方がいいと思うね、少しね。ヘッド&ショルダー出てきたら、やっぱし、ここ割ったらね、下にストーンって行く可能性もリスクもあるよっていうところを意識しつつ、ちょっとやっておくべきかな。
急な円高リスクっていうところには警戒ですね。で、ドルベースと日経平均も見ましょう。これが日経平均割ることのドル円ですね。要は、為替の変動リスクを加味した日経平均。海外投資家が見てる日経平均です。で、ここに関してももう下がりっぱなし。うん。で、RSI の上値抵抗ラインも抜けることができずに、ここのラインで右往左往してしまってるって状況だよね。MACD はゴールデンクロス組みそうだったところからデッドクロスになってしまってる。まだ継続中。で、現状の日足のポジションを見てみるんだけど、現状の日足のポジションまだですよね。これ見るとね。半値戻しラインで止まってから下がってるんですよ。で、ここも、ここのラインもおそらく 61.8% 戻しラインでしょ。逆ですね。すいません。逆です。ここじゃないです。ここのラインぐらいで見てみましょうか。ここですよね。61.8% 戻しラインの 234.58。ここのラインを抜けることができなくて、61.8% 戻しラインを抜けることができなくて下がっちゃったんですよ。5日移動平均線までの軌道修正が入りました。厳しいな、まだ。まだ、ボトムを打ったっていう感覚はないですよね、まだね。一旦打つかなってところから下行っちゃってるから、で、しかも 61.8% 戻しラインに止まってるわけでしょ？まだ、その完璧に、RSI 売られすぎじゃないですもんね。うん。まだまだかなこれは。で、次に見ていくのがトピックスですね。トピックスも 1.96% 下落です、今回。1.96%。で、MACD は明確に下落トレンド継続中。ストキャスティックスも上げたところが下げている。で、RSI も、切り下げて、下値抵抗ラインですね。ここのライン。意識の展開。割ってくるかどうか。ここもまだ止まってるっていう感じはしないかな。ここは5日移動平均線まで戻るんじゃなくて、そこ下回って、下のボリ板のね、青のラインのところまで下がっちゃってますもんね。で、ここも 61.8% 戻しラインじゃなくて、半値戻しか。半値戻しか 61.8% 戻したんだ、戻して試していったんだけど、そこで頭取って下がっちゃってるんですよ。これ下落のよくあるパターンですよね。61.8% 戻しラインを超えることができなくて、下がってるっていうのは。あとは25日移動平均線、この黄色の線が切り下がってるので、ボリバの中央線で一旦上がったとしても、その後5日移動平均線の軌道修正は起こりやすいんですよ。それが今回入ってしまってる。で、このまんまでいくと100日移動平均線、この黄色のラインと200日移動平均線、このピンクのラインもデッドクロス組んでくると思うんで、そこでの下落圧力にはまだ警戒しておくべきかなって気はしますね。うん。で、マザーズに関しては、今日は強かった、はっきり言って。日経とかね、トピックス下がってるのにそんなに下げてはいなかったんですね。中小型株の動きはまあ結構あれ良かったんだけど、で、ストキャスティックスは過熱気味のラインまでもう少しっていうところで、RSI は切り上がって山なりになっている。で、MACD はゴールデンクロス形成。で、現状日足はパラボリック。検討ですね。5日移動と25日移動がゴールデンクロスを組んでくるなら、もうちょっと上の方に行く可能性あるんだけど、ここはそんなに下がってないよね。フィボナッチラインの 61.8% 戻しラインね。ここのラインも、終わり値ベースで抜けてるんですよ。で、日足も25日移動平均線とかボリバの中央線を終わり値ベースで抜けてきてるんで、トレンドはボリバの中では強気トレンド入りしてるんですよね。ここのエリアの中に入ってるから。この下のエリアじゃなくてね。この上のエリアに入ってるから。ストキャーが加熱気味のラインに行くまではちょっと様子見かな。はい。バンドオークにすぐに発展はしないと思う。今の需給動向だけ見ると。そんな感じがします。マザーズへの資金の流れを見ても、NM 倍率は、まだマザーズ有利ですね。これ日経平均までことのマザーズね。上昇すると日経有利で、下落するとマザーズ有利。で、詳しくは概要欄の方に解説動画載せてます。よかったら見とってください。で、これは下がってるんで、日経平均よりもマザーズの方が有利。で、TM 倍率ね。これトピックスはあることのマザーズ。上昇するとトピックス有利で、下落するとマザーズ有利。で、これも下がっていて、5日移動と25日間、デッドクロス組みそうになってるんで、トピックスよりもマザーズの方が目先有利。で、MGA 倍率。
これがマザーズ割ることのジャスタックですね。上昇するとマザーズ有利、下落するとジャスタック有利というふうに見ます。で、これも今上昇していると、ジャスタックよりもマザーズの方が有利。まあ、今日の動き方から見ても、まだマザーズの方が有利な動き、展開になっているというところ、そこは変わりはないんですよ。なので、マザーズへの資金の流れがまだ続くかどうかっていうところは、明日も引き続き見ておかないといけないかなっていうふうに思いますね。まあ、機動的にやっていきましょう。機動的に。ちゃんと板の気配を見ないといけないんですけど、もちろん。はい。で、ただね、やっぱし、個別銘柄ごとで言うと、弱いところは弱いよ。本当に。特に銀行株。弱いです。銀行株。弱いです。全般的にね。第一生命。5.21% 下落。T&D ホールディングス 6.3% 急落、三井住友フィナンシャルグループ 2.61% 下落で、これ下落方向にバンドを形成してきてます。三菱 UFJ、 ここもちょっとね、バンド幅が少し下の方に拡大しそうでバンド多くなりそうになってるし、 2.75% 下がってるんですよ。みずほ 2.95% 下落、これも下落方向にバンド多くね。銀行生保ともに弱いです。かんぽ生命とかも下がってるからね、3% 相当。で、アメリカの銀行株も昨晩弱かったんですよね。ゴールドマンサックスは 3.84% 下がってバンドオークっぽくなってきてるし、JP モルガンチェイスとかもね、3.77% 下がってるんだよね。で、ドイツバンク、ここね、また今も下がってるんですよ。昨日もまた 7% 急落したんですけど、スイフト、ですね、ロシア排除っていうところを受けて銀行間取引制限される。で、ロシアの方にダメージが最も行く、ロシアからのダメージが最も行くのは欧州ですよね。つながりが強いんで。で、その次にアメリカ、その次に日本っていう形なんだけど、ドイツバンクはめちゃめちゃ今下がってるんですよ。うん、めちゃめちゃ下がってきてるんですよ。下落率は高値から言うと、すいません、ちょっとこれ違いますね。ドイツ銀行の下落率は今、何パーセントなんかっていうと、32% ですよ。この2月から、たったの1ヶ月で。3割銀行株が下げてるんですよ。3割。銀行株がですよ。銀行、バリュー株ですよね。銀行株が3割下げてるんですよ。この1ヶ月で。ものすごいですよね。で、ここも今、下落方向にバンドを形成してるんで、日柄調整が入って、パラボリックマック D が上昇トレンドを形成するまでは様子見なんですよね。上がってくる兆しはないんですよ。で、RSI とか、あとストキャスティクスは売られすぎの水準に入ってるけれども、あたりも機能不全になってるよね。バンドオークだから。バンドオークは基本的には日柄調整が入る、もしくは急激に切り上がって下の青のラインから日足がまず第一段階で離れないといけないですね。その後に、パラボリック、このドットチャートと MACD っていうトレンドの方向性を判断するテクニカルが、下落の場合は上昇トレンド入りかな、しないと、ボリバーの中央線とか25日ラインまで戻らないんですよね。戻らない。弱いね。で、セクターローテーションとかを見ていくんだけど、セクターローテーション。グロースとバリューどっちが有利なのかっていうと、目先は米国株はバリューよりグロースの方が有利です。そりゃそうですよね。これはアメリカのその S&P500 のグロース株指数割ることのバリュー株指数なんだけど、上昇するとグロース株優位で、下落するとバリュー株優位です。これもうずーっと前から皆さん使ってるんですよね。で、これ目先上がってパラボリック上昇トレンド形成してるんですよ。グロース株が目先優位です。だって銀行株弱いもん。全体的に米国株はバリュー株弱かったです。はい。グロースの方がまだ相対的にいい動きをしていたっていう形ですよね。そういうところもあるし、あとはその金利動向を見ていきましょう。金利は今下がっていて、アメリカの2年債利回りは 1.37% まで下落してます。で、ストキャスティックス見るとまだ落ちる余力が残ってるんですね、場合によってはね。で、アメリカの10年債利回りも下落、1.57% 下落。安全資産の方に資金がシフトしてます。安全資産の方に資金がシフトしている。で、利上げ予想も後退してます。それに比例して。もうウクライナの問題がね、やっぱし出てきてしまったんでっていうところで、年、12月までですね、12月までの 0.25% の利上げ回数っていうのは、今 FF レートを見ると、4.94回になってます。4.94 回。昨日は6回だったんですよ。1回分減りました。利上げの可能性がね。
さすがにこれだけ金利が下がってしまったら、まあ、ウクライナ情勢がこれだけ混沌としている中では、さすがに利上げはできないだろうっていう判断ですよね。思ったようにはね。思ったようにはしなくてはいけないんですけど、ただし、もう理論的に考えてしないとまずいんですよね、これって。だって WTI 原油がおかしい状況になってるもん。もう110ドルですよ、110ドル。もう。ものすごい上がってるし、コモディティ価格も上がってるんですよ。ゴールドは1934ドルですよね。で、ここはフィボナッチの 261.8% 戻してないかな。1974ドルを目指すような形で、またね、上の方に切り上げてきてるでしょ。切り上げてきてるでしょ。で、パラジウムも爆投中。これ、上昇方向にバンドオフ中です、これ。上昇方向にバンドオフ中。で、次のターゲットはフィボナッチのここ。ここのラインを抜けると、2640ポイントを抜けると、次2926ポイントと見えてくるんですね。で、これバンド中なので、これが途切れるまで上がってくる可能性があるんですよね。で、アルミとかもすごい上がってる。これドットになっちゃってるんで、ラインに見せるんだけど、アルミもこんなに上がってるんですよ。こんだけコモディティ価格が上がったら、CPI の結果は悪くなります。ほぼ間違いなく。前回データが 7.5% だったんですけど、あるいはそれは超えてくる可能性ありますよね、十分にね。ていうか、超えてくる可能性しかないでしょう。朝のフシト、モーニングサテライトでフシトさんですね。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券のアナリストのフシトさんも僕は尊敬している方なんですけど、あの方のレポート僕ね、もう2013年ぐらいからずっと読み続けてるんですけどね。あの方も、2桁いくだろうって言ってますよ。2桁。上昇、物価上昇率が、ちょっとね、そういったリスクはらんでる中でのウクライナがこういった状態だから、金利は上げることができないだろうっていうところで、今アメリカの長期金利は爆下げ中です。今で元のラインまで戻ってるんですよ。これ元の軌道ラインまで、これですね、これアメリカの10年債利回りの軌道なんですけど、もともとはこの軌道の範囲内で動いてたんですね。で、それが今回の、要はその、CPI の結果ですね。物価上昇が激しすぎるということで、コモディティ価格が急上昇した。そういったところも含めて、ドカーンって上の方にオーバーシュートしてしまったんだけど、それが今元の軌道に戻ってきてます。この中央線ぐらいです、今。だから、ここの中央線止まって上がっていくっていうパターンならば、まだね、これ、6月ぐらい 2% ぐらい達してくる可能性もあるんだけれども、そこの軌道修正が今入ってきてるんですよね。元に戻ろうとしてるんですよ。ここあたりの予想ぐらいに戻ろうとしてるんですよ。もう無理だって。ウクライナのことがこういった状態なのに利上げするとマーケットにどんな影響が及んでくるかって分かんないじゃないですか。それを織り込んできてます。なので3月の利上げ確率っていうところも低下してきてるので、そこがどうなってくるかですよね。でも物理的にやっぱしないと悪化するだけなんですね。もう利上げ CPI は上がってくるわけでしょ。原油が上がって。で、コモディティ価格もやっぱし上がってるし、WTI 原油ももう下げ止まるような、上げ止まるような兆候見えてないわけで、ウクライナの情勢も混沌化してる。これちょっと、パウエルさん発言どうなるかちょっと怖いんですよね。とりあえずリスク管理ですね。まあ、とりあえず現状の日本株マーケットの動きを見たんですけど、まだだと思う。僕はもう、デイトレしかしてないです。はい。わかんないから。昨日持ち越そうかなと思ったら持ち越さなかったですね。場中に、売ったっていうのはツイートしてるんですけどね。今日も僕は午前中だけトレードして、午後はトレードしてないです。はい。他の仕事をしてました。他の仕事をしてました。まあ、それ仕事終わってからちょっとヘッドスパ行ってね、ちょっとリラックスしに行ってたんですけど、ちょっとね、難しいですよね。為替見ても、ユーロは売られてるし、ドルが買われてるし、ユーロドルはね、ドル資産が強烈に買われてるからね、まだドルインデックス急騰中でしょ？ドル資産止まらないんですよ、資金流入が。で、ロシアのルーブルも一旦、止まってるけれども、ここもね、まだどうなるかわかんない。過度なポジションは抱えられないですよね。過度なポジションは。ポジション取ってもいいんでしょうけど、
打診だと思います。打診買い。ほんのわずかね。もう全部を全部入れてしまうと、高値掴みしてしまう可能性もあるし、何かしらね、また、ウクライナ情勢動いてしまうと、下の方に持っていかれるリスクあります。特に銀行株ね。銀行株。そこがまずはきつい。銀行株が、スイフトの影響を最も受けるので、そこの下げ止まりっていうところをしっかりと確認してあげることが重要かなっていうふうに思いますね。重要かなと思いますね。特にやっぱし欧州株式マーケットまだ下げ止まってないですからね。欧州の株式マーケットの動きっていうところは必ず見るべきかなと思います。欧州の株式マーケット。ユーロストック50もまだ下落方向にバンド中で今日も、ね、0.38% 若干下がってるし、ドイツダックスも下落方向にバンド中なんですよ。欧州初の下落っていうところになるか、なって、さらに下落圧力がマーケット全体に来る可能性もあるので、しっかりとね、そこを確認しておいていただきたいなと思いますね。なので、またね、動きがあったらすぐに YouTube であったり Twitter の方で情報配信していくので、皆さんでよかったら僕のチャンネル登録と Twitter のフォローしておいてもらえたらと思います。今のところ僕はデイトレしかしないです。デイトレしかしない。翌日持ち越したらどうなれば怖いから。昨日持ち越したら僕ちょっと今日は大変でしたからね。利益全部吹っ飛んでたんで。やっぱしまだね、持ち越しっていうところは怖いと思う。だけれども、資源関連であったりとか、住友金属鉱山とか上がってるわけじゃないですか、めちゃめちゃ。ああいうところは強いだろうし、で、コモディティもまだどうなるかわかんないよね。情勢によってはまだ急騰する可能性もあるから、ワンチャンそこの上昇っていうところにかけるのもありかもしれない。で、あと、武器関連の会社ね。まあ、ここに関しては僕はあんまりその推奨はしないんだけど、道徳感っていうところもあるんでね。ただ、アメリカのロッキードマーチンとかも急騰してるし、まあそういうところね、気にしないっていう方がいたらそういうところも面白いかもしれないですね。不幸も不幸にも何かドンパチ起きるとそういった会社は儲かるんで、ちょっとね、そういうところに投資するのはどうかなと思っちゃったりするんだけどね、個人的には。はい、そんな感じです。というわけで皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました。なので、まあ、今晩ね、またライブ配信するんで皆さん。今晩の米国株の動き見ていきましょう。とりあえずそこでまたね、戦略、明日以降どうしたらいいのかっていうことも話そうとも思ってるので、皆さんね、今晩、22時30分からしようかな、今日は。22時半に僕のチャンネル、ライブ配信またするので、集合でお願いします。というわけで皆さん、一旦お疲れ様です。